皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は清涼中学校高等学校の清涼ナイトツアー、こちらのお知らせをします。対象となるのは小学校6年生、中学3年生、およびその保護者ということになっています。内容は4の校舎、これを見学しながら、学校の内容などの説明を聞く、こういうものです。日時、日にち3回あります。5月17日の金曜日、6月14日の金曜日、8月20日の金曜日、この3日です。で、時間帯も3つに分かれています。一番早いのが18時から18時40分、次が18時30分から19時10分、そして19時から19時40分、この3回です。それぞれの時間帯、各30組が定員だそうです。事前申し込みが必要です。こちらのチラシをお持ちの方は、ここに QR コード、二次元コードですね、これがありますので、こちらから申し込んでください。これをお持ちでない方、申し込み問い合わせの方は清涼中学校高等学校の入試広報課、こちらの方にお願いします。なお、会場には駐車場がありますので、自動車で行くことができます。また上履きなど用意してきてくださいとのことです。今回は清涼中学校高等学校の清涼ナイトツアー、こちらのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。